はい、こんにちは、レトスの小野です。10月6日の3問に入っていきます。 A 所有の土地に B が建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、当該契約は事業用の借地権になる丸か×かという問題ですね。少し考えたいなという方はこちら一時停止していただいて、概要欄の方にこちらの問題記載しておきます。概要欄の方でこの問題見ていただいて、丸か×か考えていただければと思います。で、回答は×になります。で、小売業と書かれているんで、まあ、事業用借地権のように思えるかもしれないんですよね。ただ、事業用借地権っていうのはちゃんと要件があって、こちらに書いてある1から3の要件をすべて満たす場合じゃないと事業用借地権にならないんですね。で、まあ、今回の話で言うと、まあ、小売業って書いてあるんで、まあ、事業用であること、この要件は満たしていますね。で、続いて存続期間、問題文は35年でしたかね。35年になってますね。なので、これも満たしていますね。10年以上50年未満なんで、これも満たしている。満たしていないのはこの3番なんですよ。特約が公正証書によること、で、これ問題文は公正証書によらずにと書いてありますね。なので、この3、この要件を満たしていません。したがって事業用借地権じゃないんですね。だから×になる。で、この場合は普通借地権になるんですね。事業用借地権じゃない場合は普通借地権になります。で、これは基本事項なんで絶対に頭に入れておきましょう。で、今回要件を3つ並べたんですけども、これも実は理解学習の一つなんですね。よくですね、この問題に対する回答だけしか書いていない。つまり、まあ、公正証書によるっていうところが今回のポイントだから、まあ、問題文は公正証書によらないって書いてありますね。だから×だというふうにしか書いてない場合があるんですけれども、それだとやっぱ非効率なんですよね。ちゃんと事業用借地権の要件を3つ、頭に一緒に勉強すると。で、3つ頭に入れておく。これをやっておくことが非常に重要になります。それやっていないとですね、本試験の時に頭が整理されていなくて、本試験で緊張して頭真っ白になっちゃう場合があるんですよね。日頃解ける問題でも解けなくなっちゃうんですよ、本試験だと。緊張しちゃって。だからちゃんと整理できるものは整理しておくってことを日頃からやっておきましょう。で、問2ですね、保証協会です。保証協会は、保証協会に加入している宅建業者 A がその一部の事務所を廃止した。そのため、弁済業務保証金分担金を A に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため、申し出るべき旨を報告しなければならない、丸か×かという問題ですね。まあ、これもですね、ちょっと、考えたい方は一回ストップしていただいて、下の概要欄の方で問題を見ていただければと思います。で、これ答え×ですね。で、保証協会の社員の業者、これがですね、一部事務所を廃止した場合、広告っていらないんですね。広告は不要です。つまり、この弁済業務保証金を取り戻すために広告しなくていいんですよ。これ不要です。なので×になるということです。で、まあ、一緒に覚えていただきたいもので言うと、営業保証金の場合ですね。今回の問題は保証協会の話なんですけども、営業保証金の場合、一部事務所を廃止する場合も広告しなければならないんですよ。なので、ここの部分はちゃんと対比して頭に入れておくということが非常に重要です。で、今回すいません。ちょっと無料なのでお伝えはしてないんですけども、ちゃんとこの問題文が何を言ってるのかですね、これをちゃんと理解をするということがすごく重要になります。宅建試験って問題文非常に長いですよね。で、これをちゃんと読み解く力っていうものをやっぱつけていかないと、一向にですね、点数上がってきませんので、ここをちゃんと理解するようにしていきましょう。で、問3の都市計画法ですね。都市計画の決定または変更の提案は、当該提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地について、所有権または借地権を有しているもの以外は行うことができない、丸か×か。これもですね、考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、下の概要欄の方から問題文、再度ご確認ください。で、こちらの答えですね。答えは×です。で、何が×かっていうと、この提案についてはですね、所有権者とか借地権者以外のものでも行うことできるんですね。例えば、都市再生機構とか、住宅供給公社とか、NPO 法人とか、こういった人たちも、この都市計画の決定とか変更に関する提案できますので、
罰になるということになります。で、この都市再生機構とか住宅供給公社、これはですね、まあ、細かい部分なんで、この言葉とかは覚えなくても大丈夫です。覚えるべきは所有権者とか借地権者以外のものでも、都市計画に関する提案ができるんだというところを頭に入れていただければ大丈夫です。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。